今回紹介する本は、水野和夫さんの資本主義の終焉と歴史の危機という本です。それでは本の内容を紹介いたします。バブルのつけをバブルで支払う。この危険な循環こそが決定的な破局をもたらす。資本主義の最終局面、イコールバブル多圧時代に向けた処方箋。 資本本。主義の最終局面にいち早く立つ日本世界史上長期にわたるゼロ金利が示すものは資本を投資しても利潤の出ない資本主義の「死」だ。死の瀬戸際の資本主義はグローバル化を進め国民を置き去りにし国家さえも使用人としてバブルを多発させ生き延びようとしている。 終わりの近づく資本主義にそれでもしがみつき、仮初めの成長を目指すことは、国民なき国家を作り上げ、破局への道を整えているに過ぎない。グローバル化の本質を鋭利に分析し、世界経済危機を最も早くから警告していたエコノミストが、日本再生のための道と世界層ゼロ金利、後の新たなシステムを提言する。では。 ここで実際にこの本を読まれた方の感想をご紹介します。日本の実質賃金の指数は20%近く減少。つまり、1997年117.3から、2013年には97.7。2000年を100として、第2章より日本の資産ゼロ世帯の割合は、 10倍増。数字で上げると、1987年3.3%から、2013年31%。第5章より、中間層がこれほどまでに困窮しているのは、景気変動のせいだろうか著者水野和夫氏は、もっと根源的な理由を挙げる。13世紀に始まった資本主義。 その成立時点から抱えている矛盾が21世紀に入りついに覆い隠しきれなくなったからなのだと日本だけでなくアメリカから中国新興国 EU まで現代の各国各地域の経済的な行き詰まりが独特の「水の理論」で解剖されているのが本書各国の抱える諸問題が実は 一本の糸でががっているることがよくわかるさらに言えば今までの水野一夫の本はわかる人に分かってもらえばいいという密教だったと思うすでに2003年には日本の長期デフレ化を予見する「100年デフレ」を刊行しその中で世界経済危機も資本主義の限界もよく読めば指摘されていた。 そのことを踏まえて今回の本を深読みすれば資本主義の終焉がま近に迫ってきていることを多くの人に共有してもらうことが日本を救うことにつながるという強い意志が根底に流れていると感じられる。特に資本が暴走する中で危機にひする民主主義がかろうじて機能している間に資本を利するだけの成長政略。 から多くの国民のための生存戦略に転換するべきだということ。1人1票の時代から資産保有力に合わせて政治的発言力の高が決まってしまう前に方向転換が必要なのではないか。そんな彼の焦りを今までになく分かりやすい水の本に感じて読み手としてもゾッとする。振り返れば 小泉政権下の後継期、時代にデフレの長期化の予見を相手にしなかった人々は数多くいた。あの時に水野の言葉に真摯に耳を傾けていれば、これほどの格差社会は生まれなかった。そして今回の資本主義の終焉にも賛同しない人々は多いだろう。しかし、水野のこの予見と断言を どれだけ多くの人が真剣に受け止めるかで日本の未来は変わってくるに違いない。以上読者の方の感想をご紹介いたしました。興味のある人は詳細はこちらから実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。また他の商品の紹介も見てみてください。 最後によかったらチャンネル登録をお願いいたします。